チェジュ島の一大一大法丸事件とは、韓国海軍による日本民間人殺害及び虐待事件の一つ。朝鮮戦争中の1953年2月4日に公海上で操業中であった福岡の漁船第一大法丸及び第二大法丸が、韓国の漁船第一小雲号及び第二小雲号を利用した韓国海軍によって銃撃。 逮捕され、その際に第一大砲丸魚老長であった、瀬戸重次郎が被弾して死亡した事件である。1952年1月18日、韓国は大日本帝国併合以前の、旧大韓帝国の半途に基づいているとの主張の、元利昌番ラインを設定し、大韓民国領周辺の、津島も含む海域における、韓国の主権を主張し始めた。なお、当時は、 日韓基本条約も締結されていない無国交状態である。1953年1月22日に第1大砲丸及び第2大砲丸は福岡を出港し2月4日には284農林力で創業していた。同日午前7時頃に第1大砲丸の南西より韓国の漁船である第一小雲号及び 第2小雲号が北上して接近してきた。そして日本語で、魚は取れますかと話してきた。韓国船はそのまま行過ぎ、付近で停止して操業していた。しばらくして第1大砲丸が、羊毛作業に入ると、その時船尾から30メートル程度の距離にあった、韓国船が自動小銃で、第1大砲丸への銃撃を開始した。日本側2隻は、逃走を開始したが、 8時15分には、第2大砲丸が打破され、逃走していた第1大砲丸も銃撃が熾烈で、逃走を断念した。この時総打室内に座っていた、漁郎長は、後頭部左側より銃撃を受け、意識不明となる。第1大砲丸は8時30分に打破され、第1小運号の船員に、官林に行けと、日本語で命令された。同船は11時30分に、 チェジュ島の管理面に入港させられ、日本人船員は憲兵によって警察に引き渡され、船内の目星い私物、装備及び漁獲物は警察に略奪された。その際に、日本人船員側が憲兵に対して負傷者がある旨を伝えたので、船員は管理面の公員に収容された。しかし、公員とは名ばかりの委員で、病室はもちろん設備も全くなく、 医師は見ただけで、これはダメだと言って、漁労長の手当を拒否した。船員たちは警察に行き、軍病院かどこかへの入院を依頼した。しかし警察は、我々は、軍の命令によって行動したのであって、我々に、責任はないと拒絶した。そこで、船員たちは、憲兵隊へ行き、病院への収容を再度依頼したが、憲兵隊長に、猛か重層だから、 とてもダメだと言われて、再度拒否された。船員側の旅重なる依頼の末、軍病院への入院が許可された。その際に、車はすぐ来ますからと言われたため、船員はそのまま漁労長のもとへ行った。病院までの搬送の間に、漁労長が死なないように、医者にリンゲルの注射を求めたが、医者はリンゲルは高価だと躊躇。結局船員が私物を売り払って金を払う約束を、 して、リンゲルを一本撃ってもらった。しかし韓国側は結局車を出さず漁郎長を放置し、漁郎長は2月6日の23時に死亡した。翌日漁郎長の遺体は命中弾が軍のものか警察のものか判明させるために、韓国側によって解剖され、結果憲兵の銃撃によるものであることが判明した。同日より、警察に仮装の手配を頼んだが目殺され、 船員は残った私物の一部を売り払って、葬儀式を整え、足りない焚き木を付近の松の枝などで補って、さらに翌日に火葬した。2月9日から船員は、全員警察署の前の防空団詰所に監禁された。詰所は約4畳の広さで、そこに18人が監禁され、食料は一切支給されなかったため、船内食料で食いつないでいた。 取り調べで韓国側は、打法地点は、管理より9マイル付近であったと主張。日本人船員側が、小雲号のコンパスの時差及び、速力の矛盾を指摘したところ、韓国側に、両者の主張の中間を取ろうと言われて、13マイル付近を打法位置として夏印させられた。同時期に取り調べを受けていた第二大砲丸の通信士によると、打法地点は、 管理員より30マイルである。2月12日に一行はチェジュに送られることになったが、誰も漁郎長の遺骨を持ってきていなかったため、遺骨を取りに行くことを要求したが、警察署長に拒否された。船員が移送用の車に乗ることを強行に拒否したところ、一人だけ残して次の日に運ぶことを認められ、残りの船員は車でチェジュへ運ばれた。 同日23時頃、船員は、チェジュ警察査察課、第二係に引き渡され、食事を与えられずにそのまま留置所に入れられた。この留置所も4畳ほどで、しかも他の韓国人と一緒に入れられていた。この留置所では粗末ではあるが、食事は与えられた。チェジュでの取り調べでは、李正万大審判との韓国側からの指摘に対し、日本側は、 同ンは韓国が一方的に定めたもので国際法上認められていないと反論した。クラークライン審判との非難に対しては米国講師より作戦の妨害にならなければよいと説明されていたことを伝えた。この際に韓国は自国の領海は島と島を結んだ線から計測されると主張した。これは軍刀規制に基づく主張であるが韓国は 軍統国家であると主張していないため、国際法的には無効であると思われる。この後、警察は船員に対して、了解審判をしたという嘘の長書を、ハングルで作成し、これに夏印させ、日本への通知とした。しかし、改造を出して調べるときには、定時定規一本とタバコ及び、マッチを持って測るという具合に適当に作成された、長書の矛盾より、 公開上の事件であったことが分かり、佐世保の朝鮮沿岸封鎖後衛艦隊司令官、グリッチ少将が、李正万に会見を求め、これに対して、李正万は遺憾の意を表し、第一大砲丸の釈放に応じた。2月15日午前7時頃に、船員は外事主任より今日帰国させる旨通告され、中型ジープで水上所まで移送された。その際に佐々家の課長から、 死亡した人に対しては、非常にすまない。今韓国は、戦時下であるので、君たちに食料をやりたくてもやれないのだから。あまり内地へ帰っても、韓国のいわば関係の悪口を言わないようにしてくれ、との胸の挨拶を受けた。同日13時に、戦隊の受け渡しがあり、同日チェジを出港、アメリカ海軍のフリゲート、エバンズビルに護衛されつつ、 2月17日17時半頃に佐世保に入港。2月21日に佐世保を出港して2月22日7時に福岡に帰港した。ありがとうございます。